今週開催の米女子ツアーのメジャー AIG 女子オープン全英女子8月22から25日日本勢は渋野日向子畑岡奈紗古江彩佳笹生優花西村優菜西郷真央の米ツアーを主戦場とする選手だけでなく日本ツアーからも山下美優岩井明愛と千里姉妹武田良や小岩井さくらなどが出場する 大会史上最多の19人が参戦予定という。世界ランキングの高い順に出場権が降りてきたことで、急遽出場を決めた選手が増えたこともそうだが、米ツアーで戦いたい日本選手の意欲の高さが伺える。会場も、聖地、と言われるセントアンドリュースオールドコースというのも挑戦意欲をかきたてる理由の一つだろう。日本勢の数は、米国の22人に次いで2番目の多さ。 ちなみに、ゴルフ強国、と言われる韓国勢は14人だ。これにはやはり、少ない、と言わざるを得ない。というのも日本ツアー選手の新じ得を除く、13人、すべてが米ツアーを主戦場とする選手だからだ。つまり、韓国ツアーからは一人も全英女子オープンに出場しない。日本からの参戦がこれだけ多いのにもかかわらず、韓国ツアーからは誰一人として出場しない。 なぜこんなことが起きているのか。結論から言えば、同州に韓国ツアーのメジャー、ハンファクラシックが開催されるからで、欠場すれば、罰が与えられるからだ。それも想像以上のペナルティのようだ。出場権が繰り下がっても誰も出場しない異常さ。韓国女子プロゴルフツアー、クルガツアーの賞罰文化委員会の第3条第15条第3項。 出場停止の海外出場に関する規定がある。そこには、クルガのレギュラーツアー選手は、クルガメジャー大会が海外ツアーと同一期間に開催される場合、クルガメジャー大会に義務的に参加しなければならない、と明記されている。つまり、海外メジャーの出場資格を満たしていても、国内メジャーを優先しなければならないという事情がある。一般紙中央日報。 が韓国ツアー関係者に話を聞いたところによると、もし、この大会、ハンファクラシックに出場しなければ、10試合出場停止と罰金を支払う必要があると聞いている、という。国内内ツアー10試合のの出場停止とはは衝撃の処分内容だが確かにこれでは